モバイルアプリプラットフォーム上でのデジタル変革についてのご講演をいただきたく思います。では、リン様、よろしいでしょうか。いらっしゃいますかね。はい。では、リンさん、よろしもくちおろん。願いします。はい。はい。ビートソフトのリンと申します。今日ご参加させていただきありがとうございます。では、私の方で、プレゼンテーションを共有します。早速ですけども、今日、ベトナムの、アウトソーシングのアプリのトレンドと、ベトナムの DX のモバイルアプリにおける活用状況についてお話しさせていただきます。弊社ですけども、ビートソフトという名前で、現在私はその会社の代表とになっております。で、アウトソーシングの業界で、7年ぐらいやってきたんですけども、その中、日本の市場は、メインで、やっておきました。で、最近、3、2年、最近は、ベトナムの市場でも、いろいろ展開して、DX の、中では、ソリューションとか、コンサルティングとかで、ベトナムの企業とか、ベトナムの市場とかで、いろいろ展開しておりますので、その中では、やっぱり、改めて、モバイルアプリの重要性とかですね、深く感じしております。で、今日ですけども、皆様とか、他の方々とかでもいろいろ情報とかを、ご共有していただいて、すごく貴重な情報をいただきたんですけども、こちらは、どちらかというと、実際弊社でやってきたお客さんの案件とか、自分の案件とかですね、についてモバイルアプリの中でどう活用されているのかは、紹介させていただきます。でまず、皆さんもご存知と思いますけども、XR ですね、最近結構皆さんは言われてるんですけど、VR、MR、AR ですね、この言葉は、おそらくこういう技術は日本では結構、皆さんも使われてるんですけど、ベトナムでも、最近はどんどん増えてきました。ちょっと説明させていただきたいんですけども、VR は、バーチャルリアリティですね。つまり、仮想の世界のを現実世界の視野から遮断されたディスプレイとかを現実、再現する技術です。で、AR の、言葉は、実現の世界にデジタル情報をあたかも、そこにあるかのように、表示される技術です。で、MR ですけども、ミスリアリティという、略称です。で、現実世界にそのままデジタル情報を表示されている AR と、ちょっと異なり、現実世界を三次元空間としてデジタル情報化し、その中に架空のオブジェクトを、配置して自由に操作できる技術のことですね。ちょっとこれが、本当に定義のところなんですけども、で、マイクロソフトさんは、最近じゃないんですけども、結構前からですね、ホロレンズというデバイスを開発して出しましたけども、このビデオを見たら簡単にイメージはできるんですけども、こちらも去年そのデバイス、ホロレンズとホロレンズ2ですねを使って、これがお客さんの案件なんですので、このイメージはお客さんの案件のイメージじゃないですね、NDA をいろいろ関係がありますので、これが、ホロレンズとホロレンズ2を使って、現場作業効率化された案件を開発しました。これは簡単に、情報とかを申し上げたんですけど、42月ぐらいでネイティブというのが、iOS と Android
の、 あのネイティブ言語で開発されたということですね。で、まあ、これがどういうものをできたのかは、あの、まあ、MR を、あ、まあ、原寸、まあ、第一面や、まあ、3D モデルの画素、まあ、映像を空間に投影するので、まあ、あの、シーズメンとかを見ながらの、あの、目視確認が不要となり、まあ、それでハンズフリーで作業を集中できるということになりました。まあ、これがすごく、あの、私の方でも、まあ、すごく面白いかなと考えております。まあ、その中で、まあ、住み出すとか、あの、計画作業をはじめ、まあ、プラント設備の、あの、成功イメージとか、の事前確認、インフラの、あの、構造もの、の、あの、まあ、点検調査とか、維持管理などとかですね、まあ、現場作業効率化の、あの、集団の一つになりました。まあ、これが、あの、一番目の、あの、ケース、スタディですね。で、次は、あの、これが、ま、簡単に AR の技術を使ったんですけど、これが、まあ、あの、両方アプリで、まあ、これがまあ、ローケーションベース、の AR の技術になっております。まあ、あの、ローケーションベースの AR ですけども、それが GPS などとによって、まあ、習得できる位置情報とかを、まあ、利用して、AR コンテンツを表示しますということになっています。まあ、これが簡単には、まあ、旅行するときとかですね、まあ、例えば皆さんもよく海外とかに行ったことが多いんですけども、それで例えば、あの、全然言語わからない国に行っちゃったら、まあ、それが、これがあって、まあ、例えばですけども、さらに AI とか、チャットボットとかも出てきたら、まあ、それがすごく、まあ、あの、役に立つなのかなとか、私考えております。で、まあ、次ですけども、まあ、あ、ごめんなさい。次ですけども、まあ、これが、あの、EC アプリとして、まあ、どうして EC アプリについてちょっと説明したいなのかは、まあ、やっぱり、あの、大きいモール出店とかは、まあ、やっぱり、あの、それが、あの、会社さんとかはあんまり、あの、向いてなくて、まあ、最近は結構自社の EC サイトとかを、あの、変更しました。で、まあ、これが、大体このアプリは100人月ぐらいネイティブで開発しました。まあ、これも EC、まあ、EC アプリですけども、まあ、本当に、あの、フォートブックとかで、あの、オンラインで作成できたり、まあ、あの、オーダーできて、まあ、チャージまではできます。というシステムになっていました。で、まあ、それがアウトソーシングで、あの、まあ、代表として3つのアプリを、説明させていただいたんですけど、で、さらにベトナムの方の、あの、DX の状況ですね。まあ、ちょっと説明したいのかなと僕も思っています。で、まあ、さっき、ミン様の方で、説明していただいた、ベトナム人口ですけども、まあ、9,762万人ぐらいですね、ベトナム人の人口ですけども、その中では、まあ、あの、6130万台ぐらいのスマートフォンデバイスは、あの、持ってますので、まあ、これが、まあ、あの、東南アジアでは、まあ、第2と、あの、世界では第10になってます。で、まあ、ディジタルエコノミック、の、あの、数字としては、まあ、現在は、あの、140億ドルぐらいで、まあ、将来的には、2025年は、まあ、520億ドルになるのかなと、まあ、スタティスタさんからよりですね、そういう数字を出してました。で、まあ、その中で、まあ、ビットソフト、まあ、あの、これが完全ビットソフトのものじゃないんですけども、まあ、これをビットソフトで、インターンしてくれた日本人、は作った、あの、まあ、スタートアップ、作ったスタートアップで、まあ、現在ベトナム結構有名な、あの、カピチという、あの、アプリですけど、これも、あの、一つの、サンプルのかなと、私思ってます。で、これはどういうアプリなのかは、まあ、やっぱり、あの、はじめ、のアイディアとしては、あの、フード、B6、フード、あの、についての B 量、マーケティングのアプリですね。で、まあ、皆さんは よくご存知と思いますけど、TikTok とか使ったことがあるんですけど、で、まあ、コロナウイルスは発生して、その後はオーダー、デリバリーのアプリになったの機能にも追加しました。で、まあ、簡単で言うと、B 量で、説明させていただきますね。
で、まあ、それが、カピチーというアプリですけども、まあ、次ですけど、アプリだけじゃなくて、ハードウェアとか、AI とかという技術も組んで、ソリューション、DX のためのソリューションについて説明させていただきたいんですね。まあ、皆さんもご存知と思いますけど、例えば、現在、指紋認証とかだったら、ちょっとコロナの、広げる可能性が高くなってしまいますので、まあ、ベトナムでは、顔認証とかは結構広がっていました。上がってきました。で、ビットスワップもその中で、まあ、ちょっと、AI の、顔認証とかの、技術だけじゃなくて、まあ、デバイスまで開発して、市場に展開しております。まあ、これが簡単の、イメージの、簡単のソリューションについてのイメージですけど、例えば、まあ、ドアは自動的にオープンとかですね、体温とかでも自動的に測ることもできるし、またアプリとかでは、まあ、社員のための、速帯金の自分の管理できるための、アプリとか、また会社の中の文化の管理とか、まあ、会社の中のコミュニケーションツールとして、まあ、アプリを活用しています。また管理者側では、まあ、管理画面とかですね、もうアプリを活用しています。これが簡単なデバイスについてのイメージです。でもこれが会社とか、工場とかだけじゃなくて学校とかでも活用されていただいております。これはベトナム語になってますけど、こういう感じで、子どもたちは学校でチェックインと体温を測ってます。で、このイメージ、この写真、このデバイスを撮った写真は、まあ、この子どもの親にも送るし、また学校の管理部門とかにも送ります。まあ、ベトナムでは結構バス、まあ、学校バスとかで、子どもがちょっと問題になったりとか、学校に連れて行ってなくて、またどこで置いちゃってとかですね、そういう問題は発生したことがありますので、これもそういう問題を防ぐの一つの方法として、みんな使ってもらっております。で、まあ、まあ、最後になりますけども、やっぱりスマートフォンがさらに、安くなって、また誰でも使えることになり、まあ、スマートフォンアプリがもっと優秀になってますので、まあ、スマートフォンの開発技術もさらに進化しますけども、ユーザーにちゃんと答えられるアプリを制作するため、UX、UI とかですね、またはサーバーの構築とか、AI などの導入とかももっともっと大事かなと、私の方で、まあ、会社の方で考えておりますので、なので、アプリ、スマホアプリ、モバイルアプリの技術だけじゃなくて、まあ、他のサーバーの技術とか、また最先端の技術とか、また UX、UI とか、まあ、さらにユーザーの考え方とかでですね、市場の問題とか、市場の、状態とかですね、それを把握して、お客さんとか自分のものでも、ちゃんと作れるために、今準備して毎日、作業をやっております。で、まあ、まあ、最後になりますけども、まあ、私も1年半ぐらいは日本に全然行ってないんですけど、日本とベトナムですね、早めに、スムーズに、なんとか移動できるために、コロナは早く落ち着いてほしいですけども、まあ、それが落ち着いていない間でも、日本とベトナムはうまく連携して、ビジネスは両方とも成長して、また日本はオリンピックとかですね、開催しますけども、それが、まあ、無事に開催できることで、私も楽しみにしております。では、ご清聴いただきありがとうございます。